皆さんこんにちは。 WBC 日本代表に選出され、先発投手としてチームを引っ張った若きエース佐々木朗希選手、開幕6戦目の日本ハム戦に先発し、見事勝利へと導きました。やはり注目度がすごく、ネットでも常に話題になっている佐々木選手。そんな佐々木選手からこの日安打を放ち話題になった選手がいます。それが日本ハムの万波中正選手です。この日チームで唯一佐々木選手から安打を放った万波選手、果たして打てた理由とは。今回はそんな万波選手の活躍と、この日の佐々木選手の活躍、それに対するファンの反応をご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。 WBC 日本代表に選出され、チェコ戦と準決勝のメキシコ戦で先発登板を果たした佐々木選手、マックス164キロのストレートを武器に活躍し、世界中で注目を集める選手となります。 WBC 期間中は多くの選手と交流を深め、同時に多くの選手から技術を盗み、ロッテへと帰ってきました。そして迎えた6日の日本ハム戦、佐々木選手は先発としてZOZOマリンのマウンドに立ちます。この日はチケットも完売するなど、多くの注目を集めた今シーズン初登板。この日は89目安で降板すると吉井監督は決めており、佐々木選手もそれを理解した上で登板しました。そして結果は6回1安打無失点 11K と圧巻の投球を披露、見事今シーズン1勝目を挙げました。この日は勝負を純粋に楽しむ姿を見せた佐々木選手、2点リードの5回1し、マルティネス選手を144キロのフォークで空振り三振に打ち取ると、佐々木選手はよっしゃと言わんばかりに笑顔で右拳を握り、次の上川畑選手を空振り三振で仕留めた場面でも、振り下ろした右腕の勢いのまま人差し指を突き上げ、余裕の表情でベンチへ戻りました。佐々木選手は試合後、初回先制点をもらったので、それを守ることだけ考えてしっかり自分をコントロールして投げられたと振り返りました。 WBC 期間中にダルビッシュ選手にスライダーを教わっていましたが、この日もスライダーを投げ、捕手の松川選手にストライクゾーンにフォークを投げることで打者の反応も変わってきたと思いますし、テンポもガラッと変わった。スライダーは WBC 前と全然違う、曲がり幅が良いと絶賛されるほど進化。またマウンドで感情を見せるようになるなど、前年と比べ随分変わった様子を見せた佐々木選手に、侍ジャパンの投手コーチだった吉井監督は、他のメジャーリーガーたちもやってたので WBC に行っていい影響を受けてるのかなとうなずきます。指揮官はいい意味で自信がついた、悪い意味で言うと傲慢になったと佐々木選手についてコメント。感情を殺さず自然に振る舞う佐々木選手を見て、傲慢さとは勝負を楽しむ余裕なのではないかと感じますよね。このように WBC を経て成長した姿を見せた佐々木選手、一方の日本ハム打線は手も足も出ず敗戦となります。戦術の通り89前後の球数制限があった佐々木選手、令和の怪物と呼ばれる佐々木選手の前に6回までわずか1安打で11三振、3回まではこの日最速164キロだった直球と140キロ台のフォークの2種類で抑えられてしまいます。4回以降はスライダーも織り交ぜられ、スイスイとゼロを並べられました。八木打撃コーチは直球をどう捉えるか、高速フォークは打つボールじゃないなど試合前から意識させていたといいます。選手も試合序盤から積極的に直球を打ちに行きますが、捉えたのは1回の万波選手161キロを中前だけ、簡単に佐々木朗希選手が上回ってきたのです。球種が少ないため狙って打ちに行こうとするも、狙っても打てなかったということです。直球とフォークのコンビネーションに翻弄された序盤を踏まえて、試合途中から八木コーチは直球で押された後にフォークを振らされるという現象が出てきたんで、2ストライクから狙い球以外は手を出さずに見逃し三振も OK としたんだけど、結果的には見逃し三振はゼロ、なかなか対策もはまりませんでした。2打席連続で3球三振だった清宮選手は、僕たちも狙いを持って割り切ってやっているけどと悔しがる様子を見せました。2回と5回に対戦した2打席で投じられた6球は全て内角の直球かフォーク、10メートル以上の海風が吹き続ける中でもきっちりと制球してきた21歳右腕を朗希君と呼ぶ清宮選手は、相変わらず速い、フォークも速い、僕は結構タイミングが取りにくい、そこが難しいと次回対戦までの課題を口にしました。清宮選手だけではなく
打線全体が昨季と同じように佐々木選手にねじ伏せられました。八木コーチはもう能力を上げるしかないところと話し、新庄監督は球団を通じて、僕が信頼して出している選手たちが経験を積み結果を出してくれるのを待つとだけコメント。高い壁を乗り越え、チームの成長に期待しました。そんな状況の中、唯一安打を放ったのが万波選手です。開幕からスタメンで起用されるも安打を放てず苦しんでいた万波選手ですが、この日いきなり佐々木選手から安打を放ち、これが今季初安打となりました。この日は2番右翼で先発した万波選手、3月30日の開幕楽天戦はスタメンを張るも3打席3三振に終わっていました。同戦以来5試合ぶりの先発で、7回にも左翼戦への2塁打と結果を残し、4連敗という苦境の中一つの光を灯したのです。佐々木選手の161キロをしっかりと打ち返した万波選手、この日最速の164キロをファウルにするなど、8球粘っての1打に粘って粘ってなんとか塁に出たいという気持ちでいって、最高の打席を送れたかなと思いますと少しだけ表情が緩みます。結局これがチームで唯一佐々木選手からの安打になったのですが、万波選手は打てた理由について、指2本分くらいバットを短く持って、それは本当にうまくいきましたとコメント。長打力が持ち味もチームのためにとした選択が功を奏したのです。このヒットにネット上では、万中 GJ 万波やるやん、さすが万波、信じてたよ、粘ってヒットにするのは素晴らしい、万波は光るものがあるなと絶賛されていました。万波選手はこの安打について、佐々木投手から打てたのはいいスタートになると願っていますときっかけの一本と強調しました。一方164キロのストレートにはやや困惑気味で、早いっすよ、改めてすごい選手だと思いましたと苦笑するシーンもありました。さて、開幕から不振だった万波選手、ちょっと前がかりすぎちゃった感じはあった。プロ5年目で初となる大役に気持ちが先走り、結果を出せませんでした。2戦目以降は4試合控えに回りましたが、そこからヒットにはならなかったけど、落ち着いた打席を送れてたので感じとしては悪くないなとコメント。6打席目で出た初安打に続き、7回には左翼への2塁打で出塁し、唯一の生還も果たしました。チャンスで回ってきた時にちゃんと結果を出せるようにとは思っていた、胸に秘めていた決意を形にしました。ただチームはこれで4連敗と波に乗れていません。その中で見せた輝きは7日以降の戦いにつなげます。内容も全体的に良かったんで、感じた手応えは23回目の誕生日となるオリックス戦からも発揮していく予定です。日本ハムの連敗脱出の鍵となるのか注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。